いやちょっと咳が止まんないですよね、寒くなったからですかね。なんか、体調不良の方がめちゃめちゃ多くなってきてる、ね、季節の変わり目でございますからね。皆さんもお気をつけくださいね。お気をつけいただきたい。先生元気だね。全然元気、僕まだこれ暑いです。問題ない暑い、はい、もうちょっと寒くなってもらわなきゃっていう。まだこれはあの半袖です。みんなもう分かると思いますけどね。いやそう分かりますよね。今ねあの電車の中とかもね、こう間がないもんだからコート羽織ってなんか T シャツみたいな、私ね、そうなセクシー OL みたいな過ごし方ノースリープで行ってやろうかと思ってますよ、ね、ありますよね、居酒屋でドキッとするみたいなすごい笑ってすごい笑ってるじゃないですかそんな季節です ね, ですね、銀杏とかが転がってるね頃ですけども、サッカー選手は間違って蹴っちゃうんじゃないですかセンタリングだと思っちゃうんじゃないですか、銀杏転がってきたら、ね、それ蹴っちゃってどうなるんですかね、まあ、都市型クラブの方あんま感じないですかね銀杏ね仙台は銀杏落ちてました、ちっちゃい頃。僕そうですね、落ちてたと思います。なんか臭いっていうイメージだよね。いやそうです ね結構イチョウ並木多かったので、仙台はうまいんだよ ね食ったらうまいよねあれね。全く食べたことがないです。あ、銀杏、はい、おせち料理とか多分入ってんじゃない。実は私、おせちを食べたことがございません。え、どういうこと。あと目の前で見た、リアルの実物を見たこともございません。おせち料理を、はい、え、どういうこと。え、どうも乳製品じゃないでしょ。だっておせち乳製品と関係の単純に見たことがないです。あんまりこうそういう習慣がなかったってこと。なかったです。うち、自分のそれ家、ほうほうほう、もうクリスマスとかも全くやらない、あの宗教関係ないですけど。ああそうなのね。全然興味なくてもともと。へえ。そうなんです。割とフラットな、もう親御さんもみんなこうなんていうんですか、いろんなデータを朝から晩までつけて。いやもう全然両親はそんな頭いい部類の人間たちではないので、でも元旦から普通にカレーとか食べてた時も。あもう流されないわけね。全く関係ない。自分の価値観で生きてらっしゃる。素晴らしい。そんな感じでした。いいですね。僕だ受験生の頃1月1日からもう予備校行ってましたから、あーそっか。でもそうだよね、結局いろいろ突き詰めたら付き合ってらんないよね、世の中の風習にね。そうですね。恵方巻きは、恵方巻きは食べました。食べんのかい。でも東京来てからですよ。おせちはそうか、恵方巻きの方が簡単だもんね。なんか最近特にあの恵方巻き文化がなんか一気に来たじゃないですか。来た来た急に。だ逆になんか普通のもの買うよりもコスパがいい日があるんですよね。わかる。次の ねでかいしやるうまいんで普通に食ってもね。だから僕 2月4日も食べます。わかる、だって割引されてるから。わかるわかる。で美味しいし。あの覇気が問題になったりしてるもんね。そう。恵方巻きとハロウィンは急に来たよね。ねえ。僕らの世代からしたらね。ハロウィンはただ違うよなっていつも思ってますけど。これが新潟の試合見に行ったんですよね。新潟京都。そしたらハロウィンのね、ほらコスプレとかの日だったわけ。でもいいね、オレンジのチームはもうすぐハロウィンに、ね、うまいね、そこでビジネスができてしまうか。自然にハロウィンだもんねあれね。そうですよね。いやでもミックスワンいいですね。いいですか。いやいいな、行きたいな。できた年にね一回行ったんですよ。こけら落としだったと思うんですけど、日本代表戦だ、なんか番組で連れてもらったのね。あ、雨上がり決死隊と行くみたいな。おいでカメルーン戦だったんだと思うんだよね。で日本代表鈴木隆之が点取った気がするんだよね。ほう。おいで行くバスの中ね、スポーツ何チャンネルか忘れたけど、スポーツのスタッフだったからちょっとバラエティーとちょっとなんかノリが違うというか、はいはい、でもあの笑いの若手がいっぱい乗ってるから、うんうん、あの僕も含めアメイさんの後輩たちがいっぱい乗ってるから、そのカメルーン戦でボケてくださいみたいな大喜利をねやらされたの覚えてるんだよね。でもほらなんていうのかな、お会いそうで笑わないんだよねスポーツの人だから、ね、なんかほらだんだんリズム作っていくとこあるんじゃない、はいはいはい、最初はあえてみたから、その、ね、ガリット中の今バーンって言ってる方じゃない、クマちゃんって子がいるんだけど、クマちゃん同期だね、クマちゃんがなんかねソングっていう選手がいたわけ。あ、いたソング。だからソングを歌いますみたいな、なんか分かんないけど、はい、そんなボケをしてて、はい、したらシーンみたいなわあしょうもなみたいなのを狙ってるわけ、クマちゃんは芸風的に、はいはいはい、なんやねんそれみたいな。でなんかなんとなくみんなでこう盛り上げて現場の温度を一度ずつ上げて、なんかたどり着いて作ってオンエアね、城を作っていくのがチームワーク、スタッフも含めね、あんまりそれがね跳ねないっていうね。だから01が誰も作れないっていう笑ってくれないからみんな緊張しちゃって若手だしそんなこけら落とせなかった思い出がね
ありますね、ビッグスワンといえばね、そんな思い出、そうそうそう、それからだって20年も経たないけど、そうだ15は経つよ ね、だってビッグスワンってね、うん、すごい苦手、反町さんとかやられてた頃ですよね、うん、多分アルビー率いてた反町さん、あ、そうか、多分それぐらいの時期じゃないですか、2023年とか、そうだよね、周りもさ、もっと何もなかったイメージだったよ、多忙な感じ、どうなんだろう分かんないけど、はあ、ああ立派な野球場も隣にあるんですね、あ、そうっすよね、今そうほんとプロ野球の球団持てんじゃないかぐらいの球場だね、あれね、今 BC じゃないですか、なんかそういうのあるって、BC リーグかなんかで使ってるタクシーのね、運転手さん、だってアルビレックス新潟の野球チームありますからね、うん、あ、やっぱあるの、そう、あの独立リーグで、あ、あるんだ、そう、アルビレックスでね、あればいいのにねって、あの運転手さんに言ったら、ほんとだよねって言ってたよ他の種目いろいろあるの、あるの、他の種目いろいろあるでしょ、アルビレックスって、あ、そうなの、バスケとか ね、うん、野球もね、こんなスタジアムあったらあればいいんですよね、本当だよねって言ってたよ知らないのかな、まだ浸透だね、もしかしたら、ね、でもやっぱりこの年になってきます、やっぱそのいろんなものに興味出てくるじゃない、昔と違って、運転手さんともよく喋るようにしてるわけ、うん、あの地方とか行くと、はい、でやっぱりほら J2 落ちたことがなかったのがアルビでしょ、あ、そうか、その辺どうですかとか言って、客足とかも正直どうなんですかって言ったら、うん、やっぱりそうだね、 J1 と J2 じゃやっぱ違いますって言ったら、大違いだねって言った、やっぱ予約とかが多いんだって、 J1 の時は、あ、予約、それもあのメディアの方が帰る時のタクシーのね、台数予約みたいなのがあるんだって、そうかそうか、機材とかもあるからあ、そうだね、駅までで持ち歩けないですもんね、あ、 J1 だと大きい都市の地方番組とかも来たりとかね、いろんなこともあったりみたいなことじゃないかななんて思いながら、じゃあ運転手さんで、あんまりスポーツ知らない運転手さんだったけど、運転手さんとったらやっぱりあれですか、今年 J1 へのね上がってもらうのはって、悲願だねって言ってた、いや悲願って言い方どうと思ったけどね、いやでもやっぱりそういうね、街のこれだけ経済活性に寄与するのが J リーグなんだななんつって思いました、いい話ですね、で結構ほらせっかく行ったからさ、あの2日連続仕事だったんですよ、1日目が終わって2日目も夜仕事だったから空いてて行けたのね、はいはいはい、でその間にせっかく行ったからちょっといい席座っちゃおうかなと、おあのメインスタンドの下の方のさ、はい、先生が前くれたような席を、うんうんうん、あれ、ね、そうそう、あそこ座ってさ見てたらさ、まあ、いい試合ってね、新潟が 3-0、はい、3-1か、はい、で勝った試合なんですけどさ、ほんまシオンくんが最初こっち側だったわけ、人気あんのよ、いやそれでしょうね、もう 俺たちの息子、いやほんと、ま、ほんとそうだね、うん、その通り、シオンシオンみたいな、そうほんまじゃないから、そうシオンなの、もうボール持ってないのに、うん、その左サイドのその堀米くんが持ったぐらいからシオンシオンみたいな堀米ご飯よみたいなね、堀米くんシオンにあげてみたいな、シオンシオンみたいな、でシオンくん持ったらシオンシオンってもう女性の声が、うん、ね、可愛いしね、シオンくんちっちゃい感じだし、しかも魅力は持ったらなんだろう、あのね、ワクワクするんだよ、そうなのよね、あのやっぱり荒い水着感ね、いやね、我々にとってのね、そうなのよね、ちょっとほんまシオンのがちょっと荒い水着感強いよね、荒、うん、い水着より、わかるわかるわかるそうだ、どっちも素敵って、あのなんかね、遠くを見ながらも足元細かいよみたいな、斉藤光輝とかね、そういうことね、それを結構間近でね、いやいいな、そこからね、シオンからの堀米からの、はい、堀米が堀込んで、はい、ね、中であのシルビーニョ、シルビーニョがもう鋭角のガーンみたいな、すごかったね、えらいもん見ましたけど、試合見てらっしゃる、そしたら普通に僕コーヒー飲みながら見てたんですけど、周りの一人で来てるおじちゃんおばちゃんとかも結構いて、気がついたら僕一人で来てる僕にすげえハイタッチとかしてくれるのね、ボール裏じゃないんだよ、メインスタンドでもそんな他のスタジアムでないからさ、ね、あったかと思ってね、いや俺アルビレックス好き、ビッグスワンが好き、あれ、あ、ちょっと待って、次新潟対栃木じゃんハッと我に返りました、危な危な、恐ろしい戦力やと思ってでもちょっと新潟にちょっと恋に落ちたところだったんですね、確かに、なんかあの東京で撮ってんだけど新潟にだけ流れるラジオがあったの本当に初めてのメディアの仕事ぐらい、21、2ぐらいの時にやったの、その仕事、その時にアルビレックスのコーナーがあって、まだアルビレオって言ってたよ確か、あ
アルビレックスじゃなかった、ね、前ってことアルビレックスだったのかな。でも JFL だった。 J3 人前の話か、うん、確かそうだと思ったよ。ごめんなさい時系列ずれてたら本当申し訳ないけど、あこれを扱ってね、このここも J リーグに向かってやってんだとか、うんうんうん、J2 だったか、それはあったか、J、そうですねぐらいよ。でもへJ2 できたとかぐらいだと思うよ。そう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 、だからなんか俺に触れて、でも25年ですか J リーグで26年、はいはいはい、ですごい到達点にねアルビレックスはいるなって思いました。やっぱ J2 で、まあ、ちょっと減っちゃってるのかもしれないですけど、やっぱ熱を営業でよく行ってたんですよ、うん、イオン新潟南には、はい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 、そのたびに開催日が多いからやっぱり日曜日とかに行くから見れないんだけどさ、やっぱり手つないで子供とおじいちゃんとかも歩いてたりするから、ああいい文化ですねなんつっていつも言ってたんだけど、いやー文化ですな、文化ですね、あれはなんか地域にこう根差してるって感じが、ね、うん、いや本当ですね、いいねあれね行くの京都の皆さんもね熱い応援で、ビチミの決定力ね、すごいな。本当に今年のガンバ組は大変なことになってますからね、うん、全体でね恐ろしいことになってます ね、 いやだいいね、たまにこうスタジアムを一人で訪ねるみたいなね。いやスタジアム以外もいいところはありますよ、うん、あそっか、これあのライブ配信で僕ちょっとちらっと話したんですけど、僕たまたまその日いろんな用事があって、はい、その過程の中にたまたま川崎を通ったわけですよ。あはいはいはい、でラゾーナ川崎に降り立ったところで、めちゃめちゃユニフォームの方がたくさんいる。ほう、あそういえば今日ルヴァン終わった後、あその日ね報告会がこれから行われる、言ってたね、当日なんですか。完全にあの試合が、うん、まあ、1時10分13時10分から始まって、まあ、延長 PK もあって、大体4時16時ぐらいに終わったんですよね、うん、で多分で着替えとかいろいろあるから、うん、会場出たのが多分18時ぐらいだと思われるんですけど、サイスタですよね、サイスタで、あれ勝ったらラゾーナでやるってなってたの。そう、それまでひた隠し、川崎フロンターレさんのツイッターでも、あの今まで黙っててごめんねみたいなこと言ってた。そういうこと。そう、じゃあ待って、その予定持っていく人はいないわけだよね。だからみんなその後でツイッター見てえっっていう状態。あ、じゃあでもそっから行った人も多いのか。そうだから皆さん多分やっぱり初優勝だってので、うん、スタジアムでもう最後の最後に見られてた方がほとんどだと思うんですよ。そうか、うん、で、はあはあ、それ終わって、まあ、結構混雑もするから、うん、ゆっくりゆっくり帰ってきて、多分19時から20時ぐらいでやっと川崎駅に到着される方がほとんどだったと思うんですよ。夜やったわけ、ね、夜その日、夜のラゾーナ綺麗だからね、あれね綺麗なんですよね。あのあれだもんね、3層ぐらいになってもうコロシアム感あるもんね、あの中庭みたいなのが。でそこに行ったらもうユニフォームの人だかりがもうやばい、すごいね。でさらにあのいわゆる特設ステージがあって、その前にもう皆さんも大行列のような状態になってたんですけど、2回も3回もそうだよね、バーっていう状態、もうザラからね、ミレバンまで、そう十しぎしだ、やっもうビッグカメラでももわーってふうになってるぐらいですよ。もう中が本当にスカッスッカスカするぐらいに本当に外に皆さん人集まってらっしゃって、そう壮観ですね。なんか動画とか絵とか出てるでしょうね。いや本当に僕もだから、まあ、ずっと長いのはさすがにしなかったんですけど、最初ちょっと30分遅れて始まって、8時からミスしたんだね先生それね。あ、いやもう選手出てくるところまで見てた。あ、見た、はい、写真も撮ったし、あ全員来た、全員来た、わみんな来たっての、最初社長の挨拶から始まったところから、うん、ちょっと見て、ちょっとみんなもう酔ってたでしょ。いや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 違うの、バスの中で俺俺俺みたいな、移動バスの中でビールとか飲んでブラジル人みたいな、ないの。どうだったんでしょうか、ね、ダミアンはもう酔ってたでしょ。ダミアンは全然ブラジル人なんだから、逆も冷静紳士、そうなんだよね、ダミアンって真面目だよ ね、 でちょっと僕ら長居できなかったんで、うん、その後すぐ出たんですけど、うん、それでもうその出てからもう全然声がずっと聞こえるんですよ。遠くに行けども行けども、ずっと声が聞こえる。あーなるほどね、はー、でこういろんな人にこうやっぱりすれ違うじゃないですか、いろいろサッカー別に好きじゃない人とかともすれ違ったと思うんですけど、はいはいはい、なんだこれうるせえなみたいな声とか全くなくて、あそれだけ寝出してるんだろうなって。川崎ラゾーナだもんね、このタレ川崎だもんね。そうよくあのフロンターレとかあの川崎駅構内とかでも結構あの、うん、選手のパネルとかがずっとよく置いてあるのは昔から目にしてたんで、あ、はいはい、やっぱりもう、まあ、認められてるじゃないけど愛されてるチームなんだなって思いながら、始まった頃はサッカーって J リーグって根差すんかなっていうとこもあったじゃない。僕らは好きだけど、ね、
おじいちゃんとか大人は好きじゃないし、この町にあんのに商店街にその色がないとかあります、ね、結構あるじゃない、でもその新潟だったり川崎だったり成績に関わらずよってことよね。そうですね。ああ、なんかその到達点をじゃあちょっと見た感は、見た感じはありましたね。ありますよね。あと日本海を僕見に行ったんです、夜の、夜ね。ほう、なんか新潟行ったら海見たいじゃない、ね、なんかわかりますてか海なし県の人間なんで、あ、海は見たいのよ私、で次の日朝早かったので、はい、夜に着いて、はい、まあ、その試合見る前の日を、うん、見に行こうと、はい、でも夜だから歩いて行ったのね、駅から海まで歩こうと、30分ぐらいで行けるんですね。そうそう、意外と近いんですよ、駅の近くのホテル、そうそう、意外と近いし、あれ佐渡島って意外と近いのね、あれ近いんですよ ね、うん、ただ次の日タクシーの電車に聞いたらフェリーで3時間かかるよって。あ、そうなんだ。かかるんだって、なんかよくわかんないけど、はあ、みたいです。でも歩いていくともう橋渡ったりしながら、でっかい川から、あいつここから注ぐんだな日本海に、みたいな感じで途中だ。これそこの途中で知ったんですけど、あのホテル大倉新潟の前取ったんですけど、うん、はい、すごいニュースがあります。この秋、はい、大黒摩季コンサート来ます知らなかったでしょ。それは知らないけど知らなかったでしょ。いや、クソデータマンとしそれは足で稼いだ状態です、情報です。いや、それは叶わないわ。そうでしょ、ラララが聞けるわけですから、聞けるんだ。あそこでそんな通り過ぎまして、ちょっとあのコンビニでワインなんか買っちゃってね、蓋が閉まるのがワインしかなかったから、ピシャッっていうね、はい、あれ買って、はい、ね、ちょっとあの携帯灰皿とね、海辺でちょっと吸ったろうかなみたいな分かんない、やることないと嫌だな、ね、で行きまして、はい、で今便利ですよこれ、だから YouTube とか聞きながらですよ、ポケット Wi-Fi もありますから、もう無敵ですもん、歩いても何歩だって歩いてやろう、一人ぼっちだけどと思いながらで結構海辺に行くにしたがってやっぱ人いなくなるしね、うん、暗くてだんだん暗くなって怖くなってきちゃった海あんのかなーなんつって、じゃあ新潟医療新潟大学か医学部みたいなのね、海沿いに、でそれが見えてきて、ほんと誰もいないわけで、多分あれもう建物なくなってから、あれ海なんだろうなとでも真っ暗ですから何にも何も見えなくて、来たはいいけどなんか泣きそうになっちゃって一人だし、ね、Google マップ見たらもうほんと、あ、海なんだよ、俺がいるのは海なんだよ、はいはい、何にも見えないんだよ、はい、しょうがないからドラクエウォーク開いたらモンスターもいないんだよ寂しいなと思った瞬間、はい、これね、やっぱ現代社会ですよ、ピローン、ダゾーンが始まりますよって、あら、お知らせが来て、なんと久保ちゃんのおマジョルカ対、はい、どこか忘れましたけど、レガネスだ、レガネス、はい、そうだから私ね、新潟日本海の海辺で真っ暗の中、はい、スペインに思いを馳せるっていう見ながらすごい時代だなと思いながらね、あ、寂しい、あ、でも久保出てないな、でも久保出てないなと、もうでも60分くらいかかるので久保出てくる、で、まあ、帰り道歩いてる間に出てくればいいかなと思いながら、ちょっとほろ酔いでね、こっちもね、一人でほろ酔いになっちゃったから、海で寝るわけ、ただ星がね綺麗なわけ、星が綺麗に、日本海から日本海の方を見やると真っ黒しか見えない、でイカ釣り船なのか釣り人なんかパッパっていう、ね、明かりがねなんか出るんですけども、まあまあそれはちょっと、まあ、怖いんで確かめて嫌だなと思いながら後ろをパッと見るとね、空にオリオン座がね近く見えるんで、冬ですから、いやいやいや、ね、でオリオン座 の、 あの右下の明かりがちょっとあの赤いの知ってます、はい、古い星なんですよね、はい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 、まだあの光届いてんなみたいな、少年時代に聞きましたよ、あの星はもうないかもしれないと、来るまでに何百年もかかってるからもうないものが見えてるかもしれない、はい、あ、はかないなと思いながらね、久保出ねえなと思いながらいやでも寂しいな、でも明日早いしな、遅刻できねえなと思いながら、はい、ね、そこでパッと思ってたんですよ、寂しさを埋めてくれるのは久保がやってる、うん、久保がやってるってことは大丸桜子がやってるとあのアホみたいな声をねいや一番いいんじゃないかなと思ったわけこの日本海の今ならと、今なら、今なら、そしてこう検索しまして、ね、出てこない、あ、大丸って王様の王か、大じゃないな、なんて、うんうん、大丸デパート出てきちゃったから、うんうん、大丸でパッてなんかちょっと前のアーカイブで出てくる、やってない、やってないと思って、あの久保配信で同じのね、久保の時言ってもやってるはずなんでしょ、やってないからさ、なんだよと思いながら帰りましたぶち切れてるなんだよと思いながら帰りまして、はい、帰り道なんかわかんないですけど、ラグビーワールドカップのドキュメントみたいなの見ましたラグビーワールドカップ見てないのに、見てないワールドカップのドキュメントは見た、見ましたね今ね、あの大丸桜子さんあれなんですよ、あのこの間あのパソコンにお酒こぼしまして、
らしいですね。伺いました、伺いました。でそれをパソコンもその修理屋さんとかにいろいろ持ってたところ、ダメだねと。いやパソコンって僕も一回これ壊れたんですけど、はい、買って2ヶ月ぐらいで、お茶を4滴ぐらいこぼしたんです、ラジオ局、ラジオ局で。それで7万ぐらいかかりました。うわ、いやいや、そんなもんだ。キーボードの隙間が一番ご用心。怖いな。やっぱお酒飲むときは蓋しないと。うわ、ね、ワインを蓋してね、ロベルト本郷みたいにポケット突っ込んで日本海見、うまいな、日本海見に行ってますからね。だから八海さんがよかった、本当はね、新潟でね、日本海ですけど、八海さん持ってないといけないです。さすがお酒に詳しいな。瓶だと割れちゃいますからね。あの帰ってから飲みましたよ。ベロン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 になって前乗りさせてもらってるのにね、はい、駅から5分の現場に次の日遅れるっていうひどいでしょ、ね、しかもその途中にちょっと配信とかもね、ゲーム配信とかされてたらしい。ゲーム配信よく寂しすぎ て、やっとみんなとつながろう、うまくつながれなくてね。あ、はい、でもあれですね、こういうだ時代だなって思いましたし、これあの旅できると思いました。時代ついてってますね。遠くに住んでも寂しくないのかもなって思いました。そうですね、一人になんなきゃいけないようなとこがあっても、うんうん、繋がれるなって思いましたこれでも都リーグとかにあのサッカーでね、はい、来てるブラジル人助っ人とかは、はい、特に寂しくないらしいです今。あ、もう地球の裏側から昔はもう親の死に目に会えないぐらいの気持ちで、まあ今はね、来るのがあれでした、うん、今スカイプとかでさ、だからテレビでできますからね。そうでしょ、あれだって1分1万円とかでしょ、下手したら昔は。そう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 、ね、今はもうそんなもんないです、0円ですからね、それはね。でしょ。じゃあこれあれですかね、ここでじゃあ音楽のコーナーに行ってもらって。そうですね、聞いてください、津軽海峡冬景色やっぱ世代出ましたね。僕は今言いたかったのは、はい、オレンジレンジの維新電信って言おうとしたから日本海の流れじゃないの今。いや僕はその全国全世界がつながってるよっていうところで僕はそっち行こうかなっていう。僕らはいつも維新だ。ギリギリ知ってましたね。これでも10年前の話ですか。ああそうなの。ナウイの知ってると思ってた。ナウ。そっか。ごめんなさい、長くなっちゃって、ちょっと新潟は良かったな。いや、ありがとうございます。いいですね、旅は良いですね。そんな中でですね、うんうん、あのお便りがまた今日もたくさん届いてまして。そうね。そうなんです、はい、ごめんなさい、そんな普通あのちょうどそのナウイってところから、はい、あそういえばこの人から来てるというところで、ナウイ方から、あのナウイ方からお便りが届きまして、うん、ご紹介させていただきます。お忙しいお二人に今年のハロウィンの仮装の人気ランキングを、はい、ヤングな私から教えて差し上げますわといらね絶対こいつもそこそこだって年先にじゃあ、うん、まあ言っちゃいますね、はい、第3位近年のカレー人気もあり、うん、J リーグカレーを食べてラモスルイになっちゃう子供の仮装もうふざけてるな。いいですか、教えときますよ、はい、3段落ちっていうのは1個目からボケちゃダメ信憑性のあるからいかないとね。2位は2位は第2位、パワハラ問題を皮肉った、うん、ドゥンガに詰められる生七海博士の仮装なうくねえなお前昔のオールドファンだろサッカーの。第1位なんだ。もう王道のドテーマ、うん、バルーンの中から登場するカズそれやる、でもちょっと食いつちた今それ渋谷でやりたい。でそうやって食いつかせるやっぱ方なので、うん、この方送ってきていただいた方は、うん、鹿のひずめですなるほどね、なるほどね。ハッピーハロウィーン。でもやかましいわ。はあ、バルーンの中から登場する数をセンター街の真ん中でやったら何人気づいてくれるかね、本当の意味で。ねえ、分かんないですけど ね。横で先生あれやってくださいね、あのだんだん膨らんでくる J リーグキングやってください。やだわ。でんでんでんで僕口春畑みちゃやってますからだん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 つって怖い。誰かミルアカミンの人で誰か映ってくれ、渋谷のセンター街で今のどれかやってくれでもう終わっちゃったからね。あ、もう終わっちゃったの。そう、ちょうど新潟にいたの行ってた時で、僕が川崎行った時に渋谷では盛り上がったみたいな。そうだったんか。もう終わっちゃいましたね。僕毎年なんか通るんで、なんだかんだ言ってさ、あ、今年はそれじゃ感じないです。それがそうですね、あれ嫌なんだよな。あれは好きじゃない、嫌っていうか面白いこといっぱいあるんだけどね。あれいつも思うけどさ、本当に怪我してさ血出てさ、救急車呼びたい人どうすんだろうね。でも多分多少いますよね毎年。いや、あのゾンビだと思われちゃう可能性あるじゃん本当に包帯巻いて血出して本当助けてくれっていう人が、あ、いいか、そうですね、一緒写真ですかみたいなふざけんなってなりますけど、ね、そうでしょ、だってあの長いフォーク持った悪魔みたいな銃刀法違反でしょうよ。俺なんか尾崎の、ね、長いマイク持って歩いてるだけで職務質問されたよよく
時代がね違いますよそれはもう。そっか、はい、そっかそっか、恥ずかしいな。 先輩と飛行機乗って地方営業行くでしょ、はい、そうするとさ荷物あるからワゴンでさ営業先行かなきゃいけないんで空港で先輩たちを待たすわけ、はい、やきもきながら、ええ、俺預けなきゃいけない荷物があるから、はいはい、何を預けとんねんとか後で言われるんだけど、はい、あのベレ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 コンベヤーから出てくるんですけど、ええ、預けた荷物が長いダミーの棒ついたマイク出てくるんですよ。後で恥ずかしくなってゴルフクラブみたいなのにするんですけどネイキッドで出てきた最初ね、はい、でみんな子供とか笑うのパパ何あれっつってマイクだよ、いやマイクじゃないなっつって誰撮るんだろうねみたいな恥ずかしそうな俺が撮って担いでもう逆ギレみたいな顔して出てくってね、なんで俺持たなきゃいけないんだよみたいな、そうそうそう、先輩に長いねんって言われてすまないっつってでワゴン乗りますかっつって長いから2つの意味で長いからね、先輩の頭に当たりながら邪魔やでこれ邪魔やわすまないって言いながらで現場行ってここは俺の居場所じゃないってシャウトしてやってましたね棒がないとね、対象物がないとこう決めができないんで、決めが、ね、棒は欲しいんですよね、フレディ・マーキュリー的なやつ、あれをね、お酒あんなの持ってないんですよ、本当にジーパンも一切切れてませんよ、ね、何の話してるかちょっとググってくださいね、わけわかんないと思う、ね、若い方とか、ね、若い方ですよね、はい、見ていただければと思います、はい、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンですね、ハッピーハロウィンって自然に言えないですか、ちょっと恥ずかしくて、僕はね照れくさい、照れくさい、本当の意味だってハロウィンを分かってないから、まあ、確かに、うん、僕ちゃんハロー YouTube ぐらい恥ずかしいですどっちが恥ずかしい僕ねハッピーハロウィン言える人間なんですよ、あやってた、あ世代的にか、うん、えあのあれです、あ先生の時か、うん、あそうか、子供たちだからちゃんとしたハロウィンやってました、言ってきてくれたら僕も持っといて、うん、何それ何それ、ちゃんとお菓子持っといて、あ塾の先生もそんなのせんならダメなの、やってましたうちは、トリックはトリートでしょ、そう言ってくれたら、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞでしょ、そうそうそう、おうおうおうって言ってくれたら先生がだからちゃんとお菓子持っといて、うん、授業終わった後とかに、うん、はいあげるよっての、あげるから後でいたずらさせてね、やべえやつだわちょっと親御さんに一回ねお話聞かないと、じゃあ親御さんにお話聞かれる、はあ時代だね、そうなんですよね、ハロウィン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 、どっちなんでしょうね、うん、ハロウィンでいいと思うんですけど、なるほど、うん、かぼちゃくり抜いていこうって話ですよね、確かにそう、昨日僕完全に関係ないですけどかぼちゃ食べました、食べました、食べました、かぼちゃなんて俺年間あの天野でしか食べないですね特上野菜天丼、天ぷらの天ぷら、生のかぼちゃあんま食べれないですね、あでもあれだ営業とかの弁当でちょっとそうですねちょっと出てくるあ、ね、東京駅からどっか行くときは俺決めてるんですよ、あの弁当、ほう30品目栄養バランス弁当っていうのがあるんですけど、それに入ってるかぼちゃ美味しいです、そうなんですね、ですよ、じゃあ皆さんこれ、うん、今の気持ちにね、知ってられる方はもう高評価をしてください、ね、知ってる人いる、でもみんなあるだろうね、そう営業じゃない遠征かなんかそのルーティン、遠征のルーティン教えてほしくない、あ見る込みで次回ちょっと募集、うん、しましょうか、ここに来たら必ず私はこれを食べますとかさ、ね、あれこの駅のそうですよ、ね、この場所は結構ゆっくり休めてジュースも100円で買えてとか、あの直通バス待つのはここがいいですよ、あでも言ったらみんな来ちゃうから内緒ですよ、静岡のなんか爽やかとかあのハンバーグ美味しいらしいです ね爽やか食べたことある、ないです、ないんですよ、もう僕静岡行ったことがないあらのでちょっとミラーカーでねぜひ行きましょう、行きましょう、爽やかハンバーグ、そうそういうちょっと遠征マスト、これはマストだみたいなね、教えてほしい、そうですね、そういうものちょっと伺いたいですね、ごめんなさいお便り紹介しましょう、あ、ちょっと待って、28分。あら、まあこれ1時間ぐらいね、やってますからね。ね、大丈夫です。だから喋っていいやつだもんね、これね。そう、もう、ああそうだ、たくさん喋っていきましょう。本当たくさんいただいてるんで、うん、はい、いいんじゃない、今回は、うん、じゃあね、はい、こんなところ来ました。さっきのあの冒頭のマーさんの話からで考えたら、はいはいはい、あれですね、うん、よくいつもコメントありがとうございます。幸せに輝いてる唐揚げさんです。ありがとうございます。最近、うん、寒くなってきましたね。うん、お二人が行っているうん、行おうと思っている寒さ対策を教えてください。かっこ可能であればサッカー選手の話と織り交ぜながら、点点点。いじってるな、いじってるな。そうだね。ね。我々の中3にいじられてますよ。パーソナリティっぽいお前らの話なんか興味ねえんじゃ、サッカーの話しろボケって言われてるんでしょ、これ。そう、そういうことですよ、ね。中3の女の子に我々いじられてますからね。大人の底力見せてやるよ。
いや先生寒なってきましたからね。寒なってきましたね。やっぱりカーディガンなんか羽織られますもんね。はい、先生ね。私は羽織ってます。私結構長袖の T シャツとか着ていきたいんですけど、はい、真冬でも半袖って言われるんですよね私ね。お確かに鳩胸なもんでね、長袖が似合わない、なんか胸がねパーって張っちゃうわけね。そうなんだ。柏木陽介みたいに本当はね着こなしたいわけ、ね、袖をちょっとつまみながら燃え袖ね。ファンタジスタは長袖みたいなあるでしょ、うんうんね、だから私もそういう長袖とか着たいんですけども、はい、長袖の T シャツ着て上に寝るシャツ羽織っても乳首立ちますから私。今のピロリンっていうのは LINE の音じゃない、乳首立ったことですから。高橋木陽介みたいに、ね、聞こなせないんですよね。中村俊介みたいに着たいんですよね。で袖の話。いやいやだいぶいいんじゃない今。サッカーも入ってたし。おごらから揚げカラッと上がったんちゃうんか今。ね、ハプニングもうまいことね。ピロリンもね。実際には実際サッカー関係なく寒さ対策、寒さ対策、はい、ガスヒーターですかね私は。あ、寒さ対策、うん、ヒーター、そうですね。でもつけたらつけたら暑くなっちゃうんで、最近はほらみんなにも言ってますけど、私ゲーム配信しながらもあのエアロバイク漕いでますから。あ、そっかそっか、寒いことしてないですね。で疲れて休んだ時寒いっす。汗かわいい、汗もね、かいてね。先生は、先生は僕あんまり寒さも苦手っちゃ苦手なんですけど、あんまりほら家の中が寒いなんてことにならない。なんでならない、なんかあんまりならない、隙間風があんま入んないような、うん、あそこから言えばいいか、うん、あの冬の時はもうあのそういう窓のその微妙なその隙間あるじゃないですか、全部シャットアウトします。それなんか貼るの？貼ります。はー細か、そんな何ワイドショーで主婦に紹介するようなことやってんの先生？やってますね。だ例えばあとは仙台の人だからか、いやあんま関係ないです。ああそう、地元ではやってなかったですね、こっち来てからですね。そんなになんとかテープとか買うの？いやもうあのあれを買います、プチプチ買いますってかあるんですけど、うん、プチプチです。プチプチ、はい、あの梱包材のあれあるじゃないですか、あれを貼るだけで大体大丈夫です。あ壁に貼る、壁にというかあの本当に細い隙間のところにピーって貼っていくだけで。何それ。でテープ型にしておけば家中買いたての車みたいになるわけ。あでも本当にそこの部分だけ貼るだけでもう問題ないですね。そこの部分ってだってこれ縦のラインとかでしょ。そう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 、それプチプチ細く切るの？そうです。その時切る時もプチプチって言ってるわけでしょ。はい、でも、うん、用意してあるので僕はそれを貼っちゃって、うん、で例えば洗濯するよとか洗濯干すよって時にはサッカー降りませんね。それでそれで分かってる。ないんだよでもないのサッカー向かってんのかと思ってたけど全くないで埋めるスペース埋めていくのがサッカーだから。そうですね。だからそれであと洗濯物干す時だけはちゃんと剥がして戻してっていう、あそっか、あ大変だねそしたら。いやでもでも埋めたスペースも空いたらまた戻すというのが基本だからね。そうなんです。やっぱりそれをあの繰り返しをあのめんどくさいと思っちゃいけないってことだよね。そういうことです、うん、あとはちなみにもう定番ですけどスリッパ、うん、スリッパ、ブランケット、あブランケット当然ですね。いやもう OL ですよね家の中でってことですよね、はい、家の中でも職場とかでも寒い時にはブランケット、膝掛け、膝掛けもブランケット受験生の時からそうだった。あそう、はい、あでも脳みそ回るって言いますからね、あったかい方がね。そうそうそう、図鑑即熱です。図鑑即熱、親の世代よく言ってましたねそれ図鑑即熱頭は寒く、そう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 、足は熱くみたいなね。受験生だから。ああそっか、週3でね。あったかい、あ受験は冬がね、そう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 勝負ですから。あ受験生のほらあったね、確かにね。でしょ、あれを飲んでたよ、あの受験生とかと R1 グランプリに挑戦してる頃とか。何飲んでた？生姜のお茶をね自分で吸って、へーすげー、で、温まらなきゃ。生姜ってすごいよね、すげえ。王様のブランチみたいになってきましたねで生姜ってこれバカにできないの、おじさんに対して。このおじさん胃からこうわってなりますから、あったかくポカポカしてきますからね。そのなテンションが上がる。で面白いことを言うとかって意外と表情とか、うん、寒い時結構気をつけないといけないんだよね。体の冷えはねやっぱユーモアを殺すから、やっぱ脳みそのなんか神経に働くか分かんないですけどテンションに関わるからね。ポカポカしてる時には面白いこと言えますこれ。やっぱり発想力、うん、じゃあ大事にしたい時には、あそうじゃない、生姜を吸って飲んだ方がいいと思います。受験生の皆さん、ね、参考になりましたか？受験生面白いこと言わなくていいのかもしれないけどね、はい、でも生姜はほら胃の中で持つからね確かにそうですね先生すごいですねこれ、我々70、80になってもできる番組ですねこれ
サッカー選手もきっと飲んでるんじゃないかな。あと40年ミルアカは続くようです。浦和レッズ のライン際に置いてあるあのペットボトル全部生姜ですからあれ、ね、ホット紅茶ですあれね。つながったかな。いや織り混ぜたかな。織り混ぜられましたね、うん、はい、ありがとうございます。全部織り混ぜていきますからね。っていうところでまたね今度さ、はい、ちゃんとサッカーの話題が来ました。ちゃんと、はい、欅46さんからです、はい、ありがとうございます、うんうん、今週末、まあ、ちょうど我々これから今度プレビューも撮りますけど、はいはい、うん、日発三沢球技場の横浜 FC vs 長崎の試合を、はい、普段サッカーを見ない友人と観戦に行くのですが、その際に盛り上がってまたサッカー見に行きたいなって思ってもらえるようなおすすめの話題がありましたら教えてください。話題と。はあ、なるほどですね、はい、サッカー普段見に行かないよっていう友人、またはこれは人によっては、そうか、ね、あの恋人とみたいなこともあるかもしれませんけど、ね、恋人と、うん、ね、日発っていうのは僕この間久しぶりにあの行ったんですけど、ええ、やっぱ日発とか西が丘とか最高ですよ。近い近い ね、 ね、サッカー専用、うん、ね、これはすごいことですよね。角度もいいですし、角度もいいですね。盛り上がることも間違いない。初めての実況席、日発の実況席に入れてもらうなんてね、うわ、ね、YSCC 対、盛岡戦ですけども、感動しました。前の日はだってマリノスやってたんですよ、マリノス対ベルマーレね。倉敷さんが座ってたところに私次に座ったわけです。うわゲット。俺言ってなかったのか、それ言ってなかったんですか。そうですか、まあ、そう、いや、私言わないです。やっぱり日発のじゃあポイントを教えましょう。 A 楽しみ方、はい、売り子さんがビール売りに来る。かわいい、かわいい、横浜の子だからかわいい、かわいい、うん、まずそれですよ。サッカー見に来たいポイント、かわいいね。前は缶ビールを移してくれるだけだったんです。最近はビールサーバーしょってるらしいですね。そうですね、生ビールも楽しんでる。あとあのね、この経路によってはですね、相手のゴール前通らないといけないとか、ゴール裏を通らなきゃいけないとかもありましたね。その辺もちょっとドキドキしながら、まあ、いろんな角度から楽しめると。そうですね、ドキドキしながら行っていただきたいなというふうに。あのバックスタンドから、そうね、ゴール裏に行こうと思ったら一回ちょっと相手のとこ通らなきゃいけないみたいなの前はありましたね。その辺もドキドキ感とか。あとですね、あの実況席の方、メインスタンドのですね、そう、アッパーの方ですね、あの辺に行きますとですね、あの選手の奥さんゾーンみたいなのがあります。そこ見てチラチラ見ながら、やっぱ美人がね、おしゃれな服着せた子供を抱いてますから、ね、そうしますとやっぱり、ああ選手の奥さんさすがだなみたいな思いながらね、へえ、そういう見方も、いや、そういう楽しみ方もありますもんね。でもね、そうだと思いますね。はあ、そういうのはいいと思いますよ。うん、一発。あとは何ですか、何戦を見に行くんですか。横浜吉部さん長崎、これは先生から見どころがあるでしょう。それはね、いや、もうここはもう分かりやすく、やっぱりストライカーたちの共演があるじゃないですか、というか伝説的プレイヤーたちの共演がある、まあ、イバ、デドミ、中村俊輔、松井大輔、南雄太、斉藤光輝、松尾雄介なんかももちろんそうですし、長崎で言ってもそうじゃないですか。まあ小屋、今で言ったら小屋もいるけど、浜田ですよ。そう、これ奥さん席もすごいことになるぞ。そうだから2006-2007のワールドカップ、今レドミのご家族もいるわけで、あと俊介 VS 玉田っていうワールドカップ出てたメンバーをここのもこんな近いところで見れると。あ、確かにそうだよね、そういうことだよね。06オーストラリア戦で決めた俊介と、06ブラジル相手に決めた玉田と、その2人をこんな間近で見ることができるぞっていう、それを言いたかった俺の口から。なんだビールサーバーってなんだで、僕の口からビールサーバー出ないからそっか、ありがとうございます。いいよね、とにかくああいうスタジアムはすごいいいですよね。いや、横にね、病院作って直してんだよね、横浜国際病院じゃね、中央病院かな、うん、俺は入院するならそこに入院したい、うん、試合見れるわ、日発で試合見れるわ、うん、まだ倒れないで頼むから、もし何かあったらあそこに入院させてくれ、勘弁して。あ、でもアマチュアの試合が全部見れるからいいところ、すごいバックスタンドの言われるだろうな、いい角度から見れるからね、看護師さんたち言われるだろうな、うん、井上さんまたですかみたいな私はまだ悪いよ体がまだダメだよこの子にいるよ左手にはワンカップ売り子呼んできてくれないかなちょいちょい売り子さん看護師です皆さん本当にね、元気なご回復をお祈りしてますけど、はい、ね、病院作ってました、うん、でもあのスタジアム行くたんびに思わない、一戸建てとかがさ近くに立ってるといいなって思わない。いや思いますね、ね、思いますね、こっから見れんじゃんなんて、ね、ここに住んでる生活ってどうなんだろうなって思うよね。ここで週末通う生活、
でも意外とね好きじゃなかったりいるだろうし、いるでしょうからね、もう人いっぱい来てあれだなっていう人もいるんかもしれないね。ですね、うん、取り替えてほしいよね、土地を取り替えてほしい。それで仕事行くの大変かな、めんどくさいですね我々今だったらね、持ち家ね、いいとこばっか持ち家ね、ビッグスワンのさちょっと上のアッパーから見えるさ新潟の景色とかまあ綺麗ね、ああいうのいいね、いいんだ、あ街だなっていう、遠くまで見えるし、やっぱ高いビルがあるわけでもないしさ、そうあの群馬のねスタジアムのあの放送席の方から見えるのは赤城山の方とかもいいのよ、いいな、なんかいい音楽聴きたくなってきた。かっこいい、何その感覚、いい音楽聴きたくなってきた。いいのよ、風がね強く吹いてくんだけど、いやいいですよね、夜を使い果たしてとか聴きて、どういうことだ、あちょっと待ってグググってくるわ今度。ブルーハーツのね、夜はでしょ、違うパンピーですね、パンピーね、スタッツとパンピーでございます、スタッツとパンピー、はい、じゃあいきます。続いてですね、またお便りいただきました、くじしとくさんです、ありがとうございます、二人はサッカーやってましたか、サッカーはいやってましたよ、リフティング何回できますか、8回僕マックスに32だったかな、28だか32だったか、細かいですね、僕結構ねあの大人になってから、はい、裸足でリフティングすることにハマりまして、裸足でできるブラジル人の DVD かっこよかったんで、あのトクラ君とか見てかっこいいなと思って、練習したことあるんですよ、すごい、裸足でやってみよう、裸足でも大人になってからリフティング上手くなりますよね、でもやろうと思えばそうですよね、なんでみんな靴履く意味が分かりましたね、なんかすげえあざができました。そしてね、なんか骨疲労みたいな痛みが出てきたんでやめました。だいぶね、うまかった。なるほど、そんなことが。そうなんですよね。はい。はい、そのまま続いて、はい、マーさんに質問です、ありがとうございます、新州うさぎさんです、ありがとうございます、どうやったら笑いの価値点を確実に拾うことができますかと、うんうん、そのことに関してはね、はい、今度一緒に誰かに習いに行こう、うん、なるほど、うんうん、以上です。ちょっと待って待って違う、ボケですやん、分かってますやん、あんたも自信ないんかいみたいな、ありまんがな、やってまんねん長いこと、何でした、もう一回、笑いの価値点をどうやったら確実に拾うことができますか、ね、これはねもう一言だけ、サッカーでも何でも一緒で、引き分け狙いで OK ですね、ほうあ終われないのこれ、おなるほどって思ったじゃない、じゃない、なんかおなるほどね、ないですもん、ないですもん、さすがだな、これ価値って言ってないですからね、価値点をだから、笑いはその振りかぶったことがバレちゃうのが一番ダメなんですよ、なるほど ね、ですからこう引き分けぐらいしか狙ってないよっていうところにチャンスがあるっていうことでお伝えしておきましょう、なるほどでございます、ね、でこれもサッカーの話題がちょっと続くんですけど、続いてサンチェさんからです、サンチェさんありがとうございます、ね、どのようなプレースタイルの選手が好きですか、僕は高身長のポストプレイヤーが大好きです、はい、のことで、あなるほどね、あ先生これはでもいろいろあるでしょ、まあ僕はほぼ2パターンですね、2パターンです、あんだけパターンをいっぱい知ってるのに好きなのは2パターン、好きなのは2パターンしかないですね、僕あのゴールゲッターじゃないんですよ、あこれ前々から先生ね折に触れて、はい、自分がなりたいのもそうだみたいなね、やるとしたら、そうですね、僕は、うん、左サイドバックまた右サイドバックのそのサイドバックの位置からスルスルっと上がってって、うん、最終アシストをするかクロスを上げる選手、あなるほど、ね、それが好きです、まずは、例えばどういう J リーグでいうと、やっぱ長戸克也、 あとは U17 の方でも話した中野真也、 あとは海外だったらジンチェンコ、うん、ベン・デイビス、この辺りですね、あなるほどね、あとはクラッシャー、あ、潰し屋、潰し屋さん、はいはいはい、ケント・ミサオ、マサト・森重、はいはいはい、この辺りとか大好きですね、あなるほどね、はい、あそっかいいですね、はい、いやでもベタですよやっぱりテクニシャンだったりアタッカー、いやいいんですよ、サイド目でちょっと、いやそれ言ったってほらほんま資本的な、いや大事だもん、それが大事だよ、サイドでちょっと斎藤学ぶ的なね、はい、いや好きですよ、ただいいすよ、ね、だんだんねこれよく言うんですけど、あの人間年齢を取ると私も40代ですから、やっぱ花鳥風月の方行くじゃないですか、そうしますとやっぱりね、あのね昔はもうそのもうまるで興味がなかった、ほうほうほう、センターバックのかっこよさに気づくわけですよね、そうわかるの、そういうことですですよね、そうですよ、朴突なね、だバンドでいうともうベーシストですよ、ベーシスト、ドラム、ね、みたいな、そう、その辺の渋みですか、リズム体ね、その辺に気づいてくるわけですよね、そうだな、
でも家庭も守ってるわけじゃないですか、何十試合の奥さんとか出てくるとき分かりますけど、はい、ディフェンダーの奥さんっていうのはまあなかなかそのなんていうんですかね、素敵だなって思っちゃうわけです、うんうん、アタッカーの奥さんよりも私はディフェンダーの奥さんの方が支えてるって感じするんですよね。しますね。支えてる人を支えてるんですよ、支え守ってる人を守ってるんですよ。いやそうでしょ、そうでしょ、いや本当にそうですね、いろんなもの守ってるわけですね、センターバックは。お家でもセンターバックなわけですよ、はい、ね、終わろうとしてます。いやいいなと思っちゃって今、もうちょっとなんか思いつくかもしれないんでもうちょっと時間くれません。いやまだまだコメントがたくさん来すぎてまして、申し訳ない申し訳ない。いやね、まあ、サッカーのお便りもこんなに私ドリブラーでした、ごめんなさい言ってください、ごめんなさい、すいません、まあ、サッカーの話題多くなってきたんで。あ、そうだね、まあ、久しぶりにあの、はい、サッカー以外の話もあ、そうですか、やっていきたいなと思うところで、いいお便り、どうしても絡まっちゃいますけどね我々。まあね、コモリンさんからです。はい、これは僕宛てですね、いつも楽しみに聞いています、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。突然ですが、うん、ダーツのクリケットの攻め方やしのぎ方を教えてくださいやっぱりワントライツープッシュが基本ですか。はい、先生、サッカー以外の話っていうのは、はい、生活に役立つ話とか、季節のね、はい、話、紅茶が美味しいねとか、はい、便利な、そのサッカー以外っていうのはクリケットとかはダメでしょ。ダーツだもんじゃあいいかじゃあいいか先生は何を書くと、ダーツの選手でもあるわけでしょ。そうそうそう、なかなかのプレイヤーらしいですよ先生、これ皆さんねダーツ相当やってましたので、ダーツはやっぱりそのサッカーにも共通するデータ、もうあのデータっていう観点で言ったらもう一番だと思ってます。野球よりももっとあのやっぱセオリーがあるわけでね、いろんなルールがあるし。そうですね、大会で基本的に使われるのは、うん、まあ、2つで01って言われる、まあ、よくあるのが501点それぞれ持ってるんですけど、そこからあのこうボードにこう例えば20点とか18点とか当たるじゃないですか、うん、その分だけこうポイントが減っていくわけですよ、うん、であ減らしてくる減らしてくる、で501から徐々にいわゆる0に近づけてて、ぴったり先に0で終えた方が勝ち。あーやったことある、うん、あのね、ゲームセンターのズキャンってやつ。そう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 、あやったね、面白いよね。そうで、それともう一個、うん、クリケットっていう陣取りゲームで、うん、使われるのが20、19、18、17、16、15とあと真ん中のブルと呼ばれるもの。クリケットあったわ、なんですよ。でそこであとシングルポイントだけじゃなくて、うん、一番大外にダブルっていうマス目と、はい、真ん中の方にトリプルっていうマス目があって、トリプルの上が60で一番取れんだよね。そう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 、はい、でそこで例えばあの自分の陣地にするためには3本当てればいいんですよ、うん、だ20だったらシングルに3回当てるか、トリプル1回当てるとかで自分の陣地にすることができて、そうで、その陣地にもう1本当てたらそこからもう加点でそのポイントがずっと入ってくるんですよ。そう、大体その01とクリケットってちょっと流行ったから我々も先輩連れてもって結構やりましたよ、うんうん、やりましたけど、ダーツっていうのはあれで終盤ば、ね、ベロンベロンに酔っ払ってきて当たんなくなるとこでキャハハっていうゲームじゃないですか。ダーツじゃないんですよ。違うの、私ちなみにあのパーフェクト経験者なんですけど、パーフェクト、いわゆるあの01で行った時に、真ん中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 、最後に17のトリプルで締めたら、いわゆる501点ぴったり終わるんですよ。これが最なんて最速で、真ん中っていうのは真ん中、真ん中50点全部当てたってことですか。そうっす、真ん中に9本連続で当てて17のトリプルに1本当てれたらぴったり501点なんですけど、うん、1回も無駄なくなく、そうだってあれじゃない、世界一じゃんそれできたら。それなんか毎回やってたらそれは世界一ですよ、一回も外さず。そう、ただもう世界のトップレベルの、うん、もうダーツっていうのはそういうことなんですよ。もう基本的に外さないのが基本、まあそうか、風もなきゃ自分だけだもんね。ただだからメンタルスポーツ、でも当たんないぜ、でもメンタルスポーツだ、だからそんな舞台でいつもの自分を発揮できないわけです全員。なるほどなるほどね、そこをどうやっていくかっていう、精神的なちょっとあれか、割とその辺は東洋的でもあるね。そうですね、先生はじゃあメンタル強いわけ、確かにメンタル強いね先生ね、メンタル強いですね、もうダーツのおかげなところもちょっとあるね。それが本当愛する人のおでこでも大丈夫、リンゴでも、それはいけます、パーフェクトでいける、いけます、ちっちゃい、じゃあ小豆、愛する人のおでこに、おでこじゃない、頭の上の小豆でもパーフェクトいけます。ちゃんと一回近くまで行ってどこにあるかだけ確認できたら目が悪すぎるので断って愛してんだから一回無理やりやんなくていいんだよそれは、それ大事、ダメよそれ。まあ、そこでいただいたのがそのクリケットの攻め方やしのぎ方、クリケットってルールの中でね、そうですね、うんうん、そっちのゲームの方で、でワントライツープッシュが基本ですかって、真面目に答える気じゃないでしょうね、まさか今から時間使って真面目にその人だけに答える
えるつもりじゃないでしょうね。じゃあこれはじゃあ返信で返しておきますよ。簡単に言うとどういうことですか。セオリーがあるということだね。何でもそうです。サッカーでもそうだよね。そうなんです、うん、でそういう強い人たちになってくると、例えば最初にね、先行の方が 20、うん、20のところを、自分の陣地にしてしまったら、後攻の方もじゃあ20行こうっていう風に思っても、もう自分の陣地にはできないんです。相手の陣地になっちゃったから、2人ともの陣地になっちゃったら、そこはどちらの陣地でもないって扱いになるんですよ。ってなると20を先に開けられたら、次後攻の人は19の陣地を開けに行くっていうのがまずセオリーなんですよ。なるほどなるほどね。ピン止めの要素に似てるね、それはね。センターバックにフォワードがマークつかせて、その陣地は総裁ね、そう、じゃあ右サイドが空いた、じゃあアイソレーション、そう、逆サイドからサイドチェンジ、そういうことですね。でそこの、うん、そこをどういう風にやっていくのが一番いいのかっていうところのお話ですね。はいはいはい、ケースバイケースでいろいろあるってことでしょ。そう、まあ一番本当答えは一つしかないんですけど、うん、その日の自分の調子を確認しておくなんですよね。あ、ちょっと右に流れちゃうなっていう癖が今日あるなと、そういうだったらそっちを、確率は自分の中で、そう、どっちの方が自分の確率その時で高いかっていうところで、これはねサッカーも一緒だね、一緒です、全部一緒、野球でももちろん全部一緒だし、ね、内角なのか外角なのかもそうだし、うん、内に走るのか外に走るのかってこともそうだし、相手の状況と自分の状況を見極めた上で、その時における最適化を出すことが絶対、ね、状況を上げるためにやっぱ生姜のお茶だね。そうです ね、大事ですね、プレッシャーをかからないようにするために、自分の頭を活性化させるためにっては糖分と生姜大事です。そうですね、はい、ジンジャーティーを飲めということですかね。いうことでございました、はい、もしくはホットレモンティーでもいいです。ミルクティーでもいいですよ。ミルクティーでもいいですね。アレルギーやったこの人、ね、続いて、はい、はい、続いていきましょう。すいません申し訳ない、はい、続いていきましょう、うんうん、そんなところで今度はまたサッカーだけじゃなくてスポーツ外のところまで、スポーツ外のところまで行っちゃいましょう、はい、もう行ってますよサッカー外は。ミリさんです、ありがとうございます。先生マサこんにちは、いつも楽しくミルカ聞いてます。いや、ありがとうございます。一人暮らししてます、うん、もうすぐ1年です。あら、大きなトラブルなく平穏に生活できてるんですけど、うんうんうん、少し田舎のせいかやたら虫が多くて困ってます。あ、そっか、朝玄関のドア開けるとたくさん死んでるし、いい、夜帰ってくるとたくさん飛び交っていつも泣きそうです。そういうもんよ。お二人生活して困っていることはありますかと、うん、あと一人暮らしに役立つライフハックを教えてくださいです。一人暮らしのライフハックですね。寂しい女性ですから、時が女性の方ですから、ね、その時はね、うん、飲んだくれ、うん、寂しい夜に飲んだくれ、うん、家に帰ってドアを開けて、うん、畳にナイフを突き刺し、うん、夢と書いてよじれるほど笑え。長渕剛カラスという曲よりね、かっこよくないその世界。ボロいアパートの畳にナイフで夢って書くんですよ。でよじれるほど笑うんですよ。これが田舎者から夢を、ね、出てきて東京出てきた人間の気持ちじゃないかと誤解してました僕ずっと子供の頃。黒いカラスよ、まあ、カラスって曲はいいですよ、聞いてください。まさやったことあるの、ね、畳に夢って書いてある、あるわけない、あるわけない、敷金がもったいない。それ僕が言おうと思ってたのに、いや敷金大丈夫だったんですかって言おうと思ったのに、もう2人も本当ですよ、敷金と書いてよじれるほど笑いますよ。そうですよ。あと一人暮らしに役立つライフハック、東京来た頃初めて住んだ部屋だって窓を開けたらその辺の室外機だったんですけど、TM レボリューションみたいなやつ窓開けると、ま、真夏ブワーッて、夏暑いだけじゃなくて2倍暑いんですよ。室外機の逆風入ってくるんだから、大変だわ、すごいんだ、壁も薄かったしね、そうなんだ、あの佐藤アパートっていうアパートなんだけど、大家さん山本なんだから、じゃあ佐藤って何って話でしょ。なんかちょっと人生を感じますね、ちょっとね。ベニヤ板みたいな壁しかなかった。隣のないでしょ経験、隣の人が押したリモコンで、はい、フジテレビが日テレに変わったことないでしょ。同じテレビ使ってたらしいんだよ。めちゃめちゃ面白いな。この話はまたゆっくりね、ゆっくりね。あの日当たりよし悪しのとこに紙にね、最初の申し込むと、うん、でっかいバツつけたって横にボールペンでなしって書いてあったの、日当たり。世田谷区の風呂なしね、大変だったよ、日当たりなし、 それ楽しめばいいんじゃないかな。そうですね、虫とかを。それで虫ダメなの？とてつもなくダメです。生姜
ないってしょうがないもんね。ただ雲は大丈夫です。あ、なんで可愛い雲可愛かった何でも可愛いでしょ。いや、なんか雲、うん、あ、雲見つけるとあ、雲だって言って、うん、おもむろに席を立ち、殺すことなく窓を開け、どうにかしてヒュッて外に出てらっしゃい。トンボは？トンボは最近見ないです。あ、確かに、ね、トンボ可愛いです。蚊ですね、僕が苦手なのは。蚊はみんな苦手ですよね。でもそういうことじゃないし、もっとガとかの話よこれ。そうですね、ガは僕一回飲んだことあるんでね、口の中入っちゃって自転車乗ってて、で田舎の人はガ飲むでしょ、ガ飲みのマーって言われてた。私が一回飲んでるかも大丈夫です。ガ飲みのマーって言われるってことは田舎の中でも相当だってことですよ。ガは一回飲んじゃったからもうしゃあないですよ。もう、ね、僕だからそのよくあるでしょ、こうゲテモノ食いとか、あ、多分人類がどっかで口に入れてるもんって俺食えますね。だって食ってるやついるんだから、死なないでしょ。だってでまずいのはガは食ってんだから。まあそっか、ガ飲みのマーですもんね。かっこいいですね。熊殺しみたいです。ちなみに猪俣義雄さんはどうですか。俺はよ、虫とか。虫はもうあれ、もう友達みたいなもんだからね。お友達。いじごでもなんでも、蜂がいねえと花粉の受け渡しができねえわけね。で、いちごの農家のハウスの前に蜂とかをね、わざとつけとくわけね。はあ、かわいいも何もないわけ、家族なわけ、従業員なわけ。家族、ね、ファミリーなわけよ。ファミリー、ね、うん、まあ同じだけど家族とね。やめてください。え、猪俣義雄さん、そういうのどう書くんでしたっけ。もう何、猪俣義雄って猪俣っていうのはあれで、いいにのまただんべな。いいのまただんべな。イノシシのまたですね、うん、そうだよ、イノシシのまた。義雄は全然関係ねえけどよ、東京出てきた時によ、はい、おまた、おまたさんっていう、ね、おまたさん名字あんべな、おまたさんね。本人はでも別にな、井上と一緒だから、猪俣と一緒だから、猪俣と一緒ね、はい、おまた、泌尿器科クリニックっつのがあったのね。いや、下ネタでもなんでもね、笑ったら逆に失礼だよ。笑っちゃダメですね。ちゃんとやってんの、俺その、はい、関係ない、やめてくださいよ。もうちょ、井上、井上、あ、井上さんでしたね。何なんすか、蜂の話。誰だよ、したの。よしおってどう書くんでしたっけ。よしおってのはどう書くんですか。よしおはなんだよね、よしぐぞのよしに男だ、はい、男ね、よしぐぞのよしに男だそうです。キューピーファンクさん、分かりましたでしょうか、うん、はい、そういう質問が来ておりました、うん、はい、キャラクターね、うん。あとね、はい、あ、僕ライフハックの話したくて。あ、そう、ライフハック忘れてた。一人暮らしを楽しむ先生みたいな一人上手はいないわけでしょ。それが作り上げたデータの化け物なわけですから、仕事にまでなってるわけですから、名声も得てるわけですからね。一人遊びの究極の対価ですよ、この方は。いや、確かにそうですよ、そうでしょ、間違いない。そういうことで、ただその中で本当のライフハックあるんですけど、うんうん、僕デブ症なんですよ。外に出ない。出ない。うん、でも基本的にもう中にいたい、家、うん、お家大好きっ子なので、うんうん、なるほど。その中でも見つけたというか、うん、だから僕 YouTube だったりとかいろんな動画めちゃめちゃ見るんですよ。ああ、はいはいはい。うん、最近は私もそれ楽しいなって思いました。うん、だから見ながら僕はもう座らない。座らない。座らない。部屋の中で？座らない。え、どういうこと？スマホ1台どこ、キッチンに置く。うん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 。作る。ご飯を作る。ああ、なるほどね。ああ、だからクックパッドみたいな感じだ、先生にとっちゃ。いや、うん、もう YouTube を普通にだから見る垢を見ながら料理してください、皆さん。ああ、なるほどね。あ、ながら料理。ああ、いいですね。そう。うん、でもう6、うん、もう5品6品作っちゃう。はいはい。でもう貯めておく。そしたら見る若1時間半のプレビューを聞きながら5品作れて冷蔵庫にはしっかりあるよという状態で、翌日、あー疲れたって帰ってきて、これからご飯、あ、私作った、これ大事ね。なるほどね、これが大事。あー、ある意味台所事情、ある意味台所事情回っていくっていうこと。そうですね。はー、でもそうだね、 YouTube だから私はもう本当常々言ってるんですけど、 YouTubeプレミアムに加入してバックグラウンド再生が僕一番いいと思ってますから、あれはもうウイールアプリやりながら見るのが聞けるわけですから。そうですね、ね、でもぜひおすすめですよ、おすすめですね、していただいて。私結構風呂入るときも聞いてますよ、最近は。僕もずっとです、うん、アンカーっていうメーカーのね、アマゾンで3000円ぐらいで売ってる防水の、まあ、スピーカーがあるんですよ、ワイヤレスピーカー、うんうん、それ YouTube とかスマホにつないだら風呂の中でね、いいですよ。うーん、もう3年ぐらい使ってますけど、ビショビショでも壊れないですね。うーん、結構いい音、いい音ですね。そうなんですね、はいはい、いいんじゃない、うん、映像見たいと思わないもんね、風呂の中でね。僕は見る。あ、え、
もう全然見てます。だって携帯濡れちゃうでしょ。濡れ濡れ濡れ、落とさなきゃいいんだもん。いや、そういう思ってるし、いつ買おうとしますって。ポチャンポチャンなりますよ。で、昔スマホ持ってなかった時は、パソコン持ってきました。キーボードとかどうすんの。いや、だからもうあらかじめその1時間ぐらいのコンテンツとかあるでしょ。コンテンツ1時間ぐらいの動画、 YouTube の、はいはいはい、でそれを風呂場もなんかでとりあえず置いて、その上にパソコンを置いて、換気扇はフルマックスですけど、時代だね。でもう風呂もう浸かりながらこう見るっていう。ああなるほどね、時代だね、はい、やってました。私の頃あれだよ、アイワのテレビデオよ、うん、ビデオ借りてよ、スタヤでアイワのテレビデオ借りて、テレビとビデオがついてるやつがあったんだよ、はい、ビデオ壊れちゃうと修理出すべな、電気屋に、ええ、そしたらテレビも見れなくなっちゃって、うん、でそ同じの山形から来た大学生が未宿の隣の部屋で見てたんだ。おうおう、リモコンが一緒だからチャンネル変わっちゃうに言ってるからだからテレビの置き場所を変えたわけね、ある日ね、はあはあはあ、違う壁の方に置いたわけ、ええ、でテレビが元あったとこに背中つけて見てたわけね、うんうん、したら壁が薄いもんだから、もともと一緒の部屋だったそこに、うん、2万3000円で借りてた。未宿だよ、世田谷区未宿、すげー、ね、おしゃれなとこだけど、まあ風呂がないわけね、はい、でささっさとアパート2階、はい、ね、2部屋のとこ1部屋ずつ貸してた、うん、その前はこうあの広い部屋だったんだけども、うん、ね、まあ、イランの人が12人で住んじゃって、うん、ね、これやつって追い出して、まあ、2つに割って貸し出して1人なんだ私、ね、だからベニヤ板みたいな、本当に隣の部屋でね、だから隣のやつの電話の声がうるさくてよ、寝れねえんだうるさくてよって、隣のやつが電話で喋ってるその声が聞こえてくるようなそれで寝れねえようなところに住んでるからね。すげえ経験だな。でこっちのテレビ変えて、そっちの壁に背中つけて一回見てた。なるほどね、うん、だから背中があったけえなって言ったわけね。まさか断面で考えて、はい、背中あったけえなっつって、うん、チャンネルは変わんなくなったけど、なんか背中あったけえな、うん、まあまあまあ寂しくなくていいな冬は一回ね、一回でもなんかなんかちょっと変な感じになると背中触ったわけですよ、うん、壁と背中の間、はい、指入れて、はい、したら濡れてんのね、んあれちょっと汗まで映っちゃったなんつって、パッと手見たら赤いわけよね、は血なわけよ、ああって思って、でバッとね、ちょっと喋ったことあったから廊下出て、ダン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 つって、まあ、共同便所のね狭いね本当にクソアパートよ、ダン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 つって、じゃ向こうの大学生ガチャって、どうしましたつって、ちょっとな何やってるつって、うん、ちょっと背中ちょっとなんかねっつったら、ごめんなさいっつって、その大学生が壁にね、大学からもらったプリントをちょっと長めの画鋲で刺してたのね。わかります？断面で考えると団子三兄弟みたいなやつだけね。プリント壁井上まあみたいな。わかります？長男長男一番先は長男。えらい時代よね。吉本入った頃ですよね。それ以来はちょっと喋るようになってね、長くなりました。テレビやっぱ一緒なんだね。いや僕もね結構変わっちゃってましたよなんつって。やってましたよね。いや、超面白いな今回。すごいんだから、入ったらシダ植物みたいに生えてる時あるんだから。家で見たことない、見たことない。洗濯物も干せば干すほど湿ってく時あるんだ。クッキー割と好きだったよね、ミスター伊藤のバタークッキー好きだったよね、うんうんうん、サクサクのよ、はい、3週間ぐらい置いたらカントリーマムみたいな食感になってる。湿気やば。何にもないのによ、うん、だから、お洋服とかの湿気をミスター伊藤のバタークッキーが吸ってくれた形だよね。そう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 、それから生まれたのがカントリーマム。違います、違います、ロンドンかなんかのねおばあちゃんが作った違うあれだったら、まあ、マームっていうぐらいだからね、これあれの話なんですけど、うちの会社にもともとマームくんってのがいたんですよ、うんうんうん、あだ名マームくん、マームくん、そう、うん、まあ、もう今もいないんですけど、うん、マームくんもすごく、うん、なんでまずマームかって言われたら単純にカントリーマーム好きだからマームなんですけど、うん、あ、そうなの、 あまりにも食べ過ぎて太ったから親に止められたんですよね、うん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 、もうでそれから一切食べなくなったんですけど、うん、そのエピソードが面白かったうちのスタッフたちが、うん、ひたすらカントリーマンを食べまくったんですよ。あ、自分らも、そう、でもうちの会社の経費で食いまくりやがって、まあ、その話は一旦置いておくんですけど、その結果1ヶ月で1人平均100倍ぐらい食べたんですよ。うわー、食べ過ぎよ。でうちのこれはね、あれですけど、ライブ来てくれてる方は分かると思うけど、シュッとしたうちのバイトのようちゃんがいるんですけど、ようちゃんはシュッとしてるよ、うん、
あいつがぶっくり太った1ヶ月で、マジ6キロぐらい太ったんですよ。ラルクアンシエルみたいな例え古くてごめんなさいねみたいな、かっこいい子でしょ、うんうんうん、こいつが6キロぐらい太って、あのうちの会社実はカントリーマム禁止令があるんです美味しいけどね、絶対に食べるな、適量を守って食べたらあんな美味しいもんないですよ。そうなんですよ、適量だったり、ただ食べ過ぎる時が、俺もちょホワイトチョコが好きすぎてちっちゃい頃、うち商売やってたから、まあ、届くんでお歳暮みたいな、はで、ある日ですね、北海道からね、もう多量のホワイトチョコレートが送られてきたわけですよ、まあこんな無理でしょうぐらい、うん、私はもう暇でしたから、はい、仏壇の前に飾られたそのあれを一人つぶくってやったわけですよねもう綺麗な肥満児に育ちましてね北の大地がね、はい、育んだ下野の肥満児、私井上ってこと太ってなかったんだよ、急にこんなうまいものあるかねぐらいのホワイトチョコレートは美味しかったね、白い恋人じゃなかったねまだね、それね、なるほどね、そんなことがありましたね、そうですね、白い恋人うまいね、あれね、六花亭知ってる、北海道ね、六花亭、あとなんていうかバタークッキーみたいなね、なんていうんだっけ、北海道はあれは3つだね、まあすいませんね、全部食べれなくてね、ほんまやごめんでも先生こらえれるようになったね、話の途中に乳製品あれに、いや、あのミルコミルに関してはいいかなと思って、その、ね、いやじゃなくてネタの感じ、ほらまず俺がホワイトチョコって言った時点でそれで肥満児がどうこの前に、いやーやだやだもうダメやだって、いやちゃんとミルワカのちゃんとしたコンテンツなかったら、それ、あのその演技やります、ああそう、はい、あそれ演技なの、はい、あそうなのいやいやこらえてくれた方が僕はありがたいです、もともとね、あの本当にただ怒ったのは、子供たちに本当にそれでやられてしまって、うんうん、あの先生やってた時に、あのチョコの息を吹きかけてきたんですよ、ね、はいはいはい、あチョコもうダメなんだもんね、マジでダメなんですけど、チョコにあんまミルクっていう感覚がないから我々、けどもう香りがもうダメで、その日気分悪くなりました、あららら、そっか、その日結局夜、翌日普通に仕事出勤もしたんですけど、その日40度ありました、あらだから先生見てると分かるけど、あのダイエットに役立つ知識としてね、はい、要はダイエットをやめてしまう時の言い訳として糖分が欲しくなって、うん、やっぱ頭回んないからとか、うん、やっぱ仕事マークがなくなっちゃうからチョコ食べないと、はい、甘いもんご飯食べないと関係ないってこと、先生見るとね、関係ないです、そういう糖分とかじゃないもんね、頭の回り方が全然関係ないです、ね、はい、関係ないもん、ね、そうそうそうで、よろしいですね、よろしいですね今日もたくさんあ楽しかったです ね, ね、もうそろそろお時間ですね、これね、そうですね、実はもう、来ていただいたこのたくさんのコメントの中から、はい、今日まだ 10% ぐらいしか紹介できなかったってのはあるんですけど、いやちょっとどんどん最後に1個紹介しますか、最後にもう、なんか何個かやりますか、じゃあ、はい、何がいいですか、まさ、じゃあサッカー系かサッカー系じゃないか、サッカー系に決まってるでしょ、サッカー系に行きましょうか、お願いします、はい、じゃあね、まゆさんです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いわゆる僕が出してるそのコネクト、コネクト、うん、最近ちょっと言ってると思うんですけど、はいはいはい、先生が出してそういう数値に関していろいろ教えていただきたいと、うん、でコネクトのその定義を教えてほしくてと、 PK の獲得、フリーキックの獲得、うん、じゃあそのボールをよくスルーするとか、うん、相手守備陣を釣り出すとか、いろいろそのコネクトに関するプレーっていろいろあると思うんですけど、うん、なんかそういう細かいところちょっともっと教えてほしい、はあ、データに興味を持っていただいて、いやそれはいいじゃない、コネクトっていう発想も僕先生に教わりましたから、うん、ね、アシストじゃないけどスルーでするアシストはコネクトだったりね、そう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 、キーパスにつながるようなプレーもコネクトだったりするし、うん、でも僕はそのお笑いとかそのなんていうんですか、コミュニケーションにおいてやってることはコネクトに近いのかななんて、そういうなんか仕事のイメージまで、いやそうですね、マンさんもそうじゃないかと思ってて、これ人に言うときに分かりやすくしたのが、4人いると仮定したいと、これあとガンバが当時よく分かりやすかったんで、例えばあの、うん、ボランチの位置でいわゆるボールを奪いましたと、うん、あと井出口洋介がボールを奪った、うん、そのボールを遠藤に渡しました、井出口が遠藤に、はい、そしたらこの攻撃、うん、そこで遠藤が左サイドにボールを回した、はいはい、なのでこれも攻撃の起点はある意味では遠藤ですよ ね, そうですね、なんでこれは僕は遠藤には S という、うん、起点という意味ですね、スタートっていう意味の S をつけます、あ、なるほどね、でさらにその左サイドで持った藤原がクロスを上げます、藤原がクロスを上げたボールを真ん中でディフェンダーと競り合いながら、うん、パトリックはボールを落としました、はい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 、でそこを宇佐美がシュートして決めました、ああなるほど、うん、なると、うん、攻撃の起点は遠藤にある、だからスタート、あー、スタート、はいはい、で藤原がクロス上げた後、うんうん、パトリックが落としたからアシストはパトリック、うん
あ、そうですね、 A ですね。そう、うん、でゴール決めたのが宇佐美だから、宇佐美がゴール1位ですね、うん、はいはいはい、でそれ以外にこの攻撃全体に関与した井出口と、うん、藤原に C をつけます、コネクトをつけます。あ、はあ、なるほどなるほど、ああ面白いね、うん、あー分かりやすい先生。1攻撃のコンテクストの中で、はあはあ、うん、まあ、いわゆるゴールでもアシストでも起点でもなかった、それ以外が全員コネクトという役目。なるほどね、入口もそこで奪って、そこで、そこにいる遠藤に渡したからっていうのはあるもんね。そうです、選手の能力だもんね。そうなんです。はあ、じゃあ5人前から見てるってことね。そうですね、言ってしまえば。はあ面白い。あ、 C ね。そうで、だからパスこう繋いでる中でもどこが起点かっていうのあるんですよ。明らかにスイッチャーって存在するんですよ、どこかに。なるほど。そうで、密かにゴールアシストが多いチームはそのスイッチャーの質が違うとか。そうですね、これだからずっと毎年なんか僕定期的にこう取り続けてる中で、はい、スタート1位がいるんですよ。遠藤じゃないんですよ。スタート1位は誰なんですか？大島亮太。僕がデータ付き始めた2015年からずっと大島亮太。このスタートっていうのは先生独自の付け方なの？付け方です。僕以外いないです、今のところ見てない。 C もそうなの？ C もいないです。へえ、それなんで海外ではそういうなんかそういうまあいろんな概念もあったりする。いるかもしれないけど、うん、先生はそれは自分でなんとなく考えた。そうです。かっこいい。ありがとうございます。付けようかな俺も。で、あの武藤勇樹がもう毎年大体そのコネクトの部分でトップクラスの位置にいるっていうのがあるんですよね。あ、面白いね。いや面白いと思います、うんうん、ただこれをやっていくのは非常に難しいです、はいはいはい、大体あの倒れますね本当に、ずっとやってると。うん、これ本当に本当によほどのサッカー好きでも結構きついと思う。それはだって生で取れ続けると大変でしょ。すげえ取ろうと思って止めながら、ま、戻しながらとかじゃないと、ね、そうですね。だってゴールから振り返って5人前誰だなんて覚えてたら頭おかしいでしょ。そうです。だから今はもう、うん、あの例えば昔ちょっとパスとかもあのパスの方向性とかも全部やろうかなと思ったんですけど、はい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 、それはもう今はもうあのオプターが完全についてるのもあるし、あ、データスタジアムさんとかもあるので、そういう細かいすぎるところはもうそういうところを活用させていただき、なるほど、ね、それ以外の項目を今頑張ってつけててって感じですね。素晴らしいですね。それはもうマイリーグ、うん、マイセットつけてるんだ。大体やってますよね。それはどこに活用されてるんですか？まあ、いろんなメディアで出したりとか自社で出すことも結構ありますけど、記事になったりとかってことで、ね、そうですね、そこからしか導き出せない何かがあったりするわけだもんね、うん、面白いですね。ただあとはなんか結局それらもただそれでデータっていう風に言っていくとなかなかそれでも読まれないことも結構多いんですよ、はいはい、だからじゃあもっと僕は料理しようと思ってて、それさあの今年で今年か今年の中で言ったらあの分かるシリーズでちょっと特殊能力風にアレンジさせていただいてお伝えしたりだとか、ポップにね、そうですね、もっと言語化言語化してってあと能力値化とかしてった方が分かりやすくなると思うんで、その数値のその生のデータ、人参を生で食べさせるよりかはちょっと調理して食べた方が美味しいと思うので、それを見るわかりは皆さんにお伝えしていこうかなと思います。素晴らしい、いいお話。これあもう最初にね、これここまでたどり着いてるかなみんな。くったらない話ばっかりしちゃって、ね、たくさんね。あ、まあ今日こんなところでいいでしょ。いや素晴らしい、はい、ありがとうございました。ミルコミ放送局、皆さんとのコミュニティと作り上げていく放送局とですね、ということで週に1回ね自由にここで喋らせていただいて、こういうとこもないとね、はい、はい、いろいろパーソナリティに触れていただいて好きになっていただいて毎回の授業にね臨んでいただこうよろしくお願いします。でまたお便りを待ってますよね。はい、はい、またね、あとアンケートもちょっと今やってますので、先生が最近出したアンケート、あ、これその結果に関して次のミルコミで、次かその次のミルコミあたりで一回まずお伝えさせていただければと思いますので、集計をしましょう。いろいろどんなアンケート先生出したの？今回ですね、うん、今アンケートこれ概要欄にも後で貼っておこうと思いますが、はい、今ね聞いてますのが、まあ、YouTube または Twitter のアカウントネーム聞かせていただいて、あとはミルワクを普段視聴いただいているそのお時間帯だとか、あ、はいはい、皆さんがお住まいの地域、うん、またそのお住まいの都道府県でミルワクのイベントが行われすれば行ってみたいかどうか、なるほど、やってみたいです ね、好きなクラブや選手、あなたはサッカー経験者かどうか、うん、普段見るリーグやコンテンツ、 あとは加入しているサブスクリプションサービス、 あ、 すごい、あとはシリーズとして、聞いてみたいシリーズ何かありますかというところと、ラストに、マーさんに一言というのがあります、うん。ですか、ありがとうございます、ね、あ、そう、まさに一言はもうたくさんありますからね、うん、そうですか、そこだけ誰もチェックなかった、すげえそんな悲しいことないので、まさに一言無視した率も僕に教えてくださいね。そうですね、ごめんなさい、教えないでください。わかりました、はい、例えばでもいいコメントたくさん来てまして、エアロバイク頑張ってください、うん、ありがとうございます、ね、好きハートマーク、ありがとう、いや嬉しいですね。今日餃子食べたよ、ハートマーク、ありがとうね、宇都宮出身でございます、うん、ね、ガオ、ガオ、あれガオ、トラだぞ、はい、パソコン買って、パソコン買うよ、手記、手
やありがとうございます。頑張れマサシ、ありがとうございます。本名言わないでくださいね。はい、ありがとうございます。でちょっとその集計が出ましたので、またその資料と含めて、はい、やらせていただきますので、どうぞお願いします。データマンとコメディアンでやっておりますので ねよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いていただき、毎朝6時半に届いてる、起きたら届いてるよっていう、はい、ことを目標にですね、コーナー織り交ぜてやってます。ミルクサッカーアカデミー、ぜひねチャンネル登録、ここまでたどり着いてる方はねしてると思うんですけど、してください。はい、はい、というわけで、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、というわけでまた劇場ライブが1月11月のね21日にありますから、こちらも概要欄を見てみていただければと思います。まもなく売り切れちゃうんで、ぜひお急ぎくださいね。よろしくです。はい、そして、ライブ配信は21時月曜日からやっております。はい、そしてミルワカ虎の穴大喜利大会の方もね不定期でやってます、ね、やってますからね、ゲームチャンネルもねお互いやってます。やってますから。先生は何やってんですか。実はね撮ったのFIFA20を買いまして、まずトッテナム編が始まりました。トッテナム編、その話聞きたいね。またどっかでやりましょう。ミルウォールじゃなくてトッテナムでやってる。はい、これ理由もあるのでね。あ、そうですか。はい、あ、私久保建英編で、ね、ですよね。この間チャンピオンズリーグで、はい、つい今日の昼ですね、トッテナムを当たりまして 1-0 の方で勝たせて、くそー、久保はですね、評価点 5.0、前半で交代しました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、後半でしたね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで、ミルクサッカーアカデミー井上真でございました。ノーミルク佐藤でした、はい、お便りありがとうございました。また明日、ありがとうございました。どうもです。